ていただきたいと思います。本当に全国で、ね、活躍をされているんですが、特に学校からの要請は非常に多いということで、海外の日本人学校の、ね、方も訪問されているということでございます。11枚目のシングルになります雨にも負けず、大ヒットいたしまして、皆さんも口ずさんでる方も、ね、いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、宇佐本恭一さんのステージ、これからお楽しみいただきたいと思います。現在は花巻イーハトーブ大使も、ね、務められているということでございます。ぜひこの後のステージお楽しみください。まだ大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい。2008年の1月にですね、岩手県知事より希望郷岩手文化大使も委託されているということで、花巻イーハトーブ大使もね、兼任をされているということでございます。そして現在はそのイーハトーブ大使兼任されているということなんですが、2008年の10月7日、日本テレビ系全国ネット、誰も知らない泣ける歌で雨にも負けずが制作秘話とともに取り上げられまして、2万枚を超えるヒットとなりました。2012年公開の一編商人のエンディングテーマにもなっております。こちらの曲も、ね、ご披露いただけるのではないかなと思います。この後45分ほどステージを、ね、お楽しみいただきたいと思いますので、どうぞ皆さんお席の方まだ空いておりますので、どうぞお座りいただきまして、ステージお付き合いをいただけたらと思います。また屋台のコーナーの方もですね、皆さんぜひご利用いただければと思います。屋台もたくさん出店をいただいておりますので、屋台の方もご利用いただきながら、この後のステージの方もお楽しみいただければと思います。イベントは3時30分まで開催となっております。どうぞ皆さんお時間の許す限りお付き合いいただければと思います。はい、今日何日ですか？9月の23日です。よかった、俺が間違ったのかと思いました。いたしました、大変失礼いたしました。皆さんお待たせしました、こんにちは。ただいまから本邦初公開の公開リハーサルをさせていただきたいと思います。普段はあまりお見せすることのない、リハーサルのシーンでございますが、はい、こうニコニコしながら結構 BA さんとのシビアなやり取りをお楽しみください。それでは宇佐本恭一のコンサートは、まず1曲目ワンバイワンという曲で始まります。もう今日もいつもありがとうございます。宇佐本恭一のコンサートは、下は5、6歳から、上は、はい、120歳まで楽しんでいただきます。まずはですね、ワンバイワンという曲で、始まりますので、その宇佐本恭一さんどうぞみたいな多分ご紹介があるんですかないんですか？あるんですね、はい。あるんですね。では紹介をしていただいて、そして、宇佐本恭一はもうここにいた方がいいですかね、それとも一回降りて出てきた方がいいですかね。でも階段急なので、あ、じゃあもうここにいた方がいいですか、はい、その方が。じゃあその練習をしますので、はい、宇佐本恭一さんどうぞみたいにちょっと言っていただいていいですか？はい、お忙しいと思いますけど。いいえ、とんでもございません、はい。それでは、はい、それではこの後宇佐本恭一さんのショーをお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします。すいません、すいません、すいません、まずショーじゃないんですよ。ショーじゃないと。すいません、しかもここでショーになってる。そうですね、じゃあ分かりました、すいません、はいはい、ショーではないんですけど、ね、宇佐本恭一コンサートというふうに、はい、言っていただいてもよろしいですかね。はい、失礼いたしました。それでは宇佐本恭一コンサートお楽しみいただきたいと思います。どうぞ。ここ拍手が続いてる感じです、まだ。どうもありがとう、皆さんはじめまして。これ拍手の練習もしてますよ。並んでる方お暇でしたら拍手。言葉の未来
ここお暇でしたらこうあの手拍子を、はい、お忙しくなければですけど、であのこの曲は、僕がワンバイワンというとワンバイワンと答えていただくシステムになっています。よろしいでしょうか。ボーカルをもう少しください。でここのオケはもう少し下がって大丈夫です。ワンツー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 イッハッハッ、もうちょっと下がって大丈夫です。あ、いい、あ、あ、いい、あ、ワン、ツー、ワン、ツー、いい、あ、あ、ボーカルの EQ をあのもう少しあの低いところもらっていいですか。ボーカルの EQ、 あ、いい、あ、いい、あ、いい、あ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 、ここです。400とか800とか、あ、いい、あ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 、いい、あ、あ、ワンツー、ワンツー、ピッハッ。で、ここのオケはもう少し下がってみた。ハッピッハッピッハッハッ。ピッハッハッ。ワンツー、ワンツー、ワンツー。ラララララ、ラララ、ラララ。それではワンバイワン皆さんの番です。いくよ。はい、ワンバイワン、はい、ワンバイワン、はい、女の人、ワンバイワン、はい、かわいい女の人、最前列のメガネのおばあちゃま、きょうちゃんみたいな練習してみましょうか。せーの、はい、バラバラでありがとうございます。すみません、こんな感じで、次はもうラストの曲ですけど、あ、今日はもう少し歌うことになってますか。あ、そうですか。じゃあ弾き語りの方をテストさせてください。これ飛行機飛んだ時はどうするんですかね。我慢する感じですか。まあ空港ですからね、どっちが主役かみたいなことを言うとね。じゃあ本編ちょっと歌わない歌を。本番これやりません。それでは、リハーサル大丈夫そうですね。それでは一旦僕はあの何もなかったかのように引っ込みますので、皆さんも宇佐本恭一を初めて見るようなあの顔つきと、あ、
ありがとうございます。もうそういうことをね、ちょっと演じていただきたいと思います。それでは一旦引っ込ませていただきます。はい、それでは皆さんお待たせをいたしました。この後ステージイベント宇佐本恭一コンサートお楽しみいただきたいと思います。それでは宇佐本恭一さん、盛大な拍手でお迎えください。どうぞ。大変お待たせしました。今日はいろんなところから、来ていただいてるみたいで、嬉しいですね。宇佐本恭一も、実はこの空港にはよく、来させていただいてます。もちろんお金を払って飛行機乗っております。
大体花巻からは福岡とか、伊丹とか、それから移動がままならないときは一度ここから札幌に飛んで、札幌から福岡に飛んだこともありました。飛行機たくさん乗ってます。年間多分 4,50 回から、ぐらいの、感じだと思います。皆さんも多分この空港もスカイフェスタということで、今日は飛行機に乗らなくても、こうして楽しいイベントがあるということは、僕が空港ファンとしてはとても嬉しいです。特にちょっと美味しそうなものがずらりと並ぶ、北上コロッケ、ハッキントン、いろんなものが、並んでおります。その匂いにも負けず、雨にも負けず、宇佐本恭一はこの後、短い時間にはなりますが、楽しんでいただきたいと思います。さあ、この飛行機の音は大丈夫ですね。それでは、弾き語りに行きます。あ、すいません、お食事中申し訳ないです。すいません、お食事終わってからでもいいですけど。先ほどちょっとご紹介にあったかどうか実は記憶ないんですけれども、宇佐本恭一はおかげさまで岩手文化大使というのを、もう5年ぐらいやらせていただいております。すいません、たくさんの拍手ありがとうございます。すいません、誘ったみたいで。そして、花巻のイーハトーブ大使もさせていただいております。すいません、また拍手を。そして今年からですね、三陸の普代村というところで、観光大使をさせていただいておりまして、これで3つ岩手県内でやらせていただいております。本当にありがたい限りです。これで全てお金が1円も出ないというのが寂しい限りでございますけれども、おかげさまで去年も一昨年もですね、三陸をコンサートで回りまして、その時に皆さんご存知かもしれませんが、45号線という国道がですね、ずっと三陸沖を、三陸沖じゃない、三陸の海岸沿いを通っております。その45号線を通ってる時に、向こうの方からまるで降りてくるようなメロディーと言葉がございました。今日はですね、こうしてお集まりの皆さんの前に新曲で、いきなり申し訳ないですけれども、他にヒット曲がいっぱいあるのに、この新曲をですね、聴いていただきたいと思いますが、よろしいですか。このね、45号線を歌った歌になります。その名もルート45という歌です。こんな歌。45号線がつなぐ僕らの未来、走り出そう、頑張らなくていいよ、ずっとそばにいるから、分かち合えればいいね。僕らは信じる明日の自分を切り立ったフィヨルド、いつかかかる夢の架け橋を、Thank you.
生まれたこの街、この街、やっぱり好きだよ。ありがとうございます。ワン、ツー、スリー。もったいない、もったいない、あはもったいない。長野出身、長野から追っかけてきていただいてます。ありがとうございます。大きな拍手、全員でワン、ツー、スリー。もったいない、もったいない、あはもったいない。
くように、隣の人の耳元で、愛をささやくように、まあお熱いこと、ワン、ツー、スリー。もったいない、もったいない、ああ、もったいない、ラスト。もったいない、もったいない、ああ、もったいない。 Thank you。ありがとうございます。たくさんの若い人に会うことができました。さて、おかげさまで宇佐本恭一はあさってでデビュー31周年を迎えます。皆様のおかげでございます。ありがとうございます。本当に31年こうしてピアノの前で歌ってまいりました。じゃあいくつの時にデビューしたんだみたいな足し算は禁止ですよ。3歳の時にデビューしました。それでは、もう一曲、新曲を聴いていただきたいと思います。これも、まあ、三陸を旅しながら、向こうの方から降りてきてくれた歌です。生きているがゆえにという歌です。本当に自分の中でも、被災地の、それこそ津波の現場に行くたびに、何度も何度も涙が、止まらないことがありました。そんな人たちのために自分が少しでも心の支えと、そして心の、まあ、癒しというかそういうことになりますように、2年半をかけてやっと、言葉になりました。生きているがゆえにという曲を聴いてください。
ほろぼろ歩
な理どうもありがとうございました。それでは最後になりました。ありがとうという歌を、ずっと大事にして歌ってきました。ありがとうという言葉は、不思議な言葉でなかなか言えそうで言えないことが多いと思います。僕もこの雨にも負けずを歌い出して10年になりました。あっという間にいろんなことが過ぎ去っていって、で心の中にたくさん残り、この雨にも負けずの曲のおかげで、いろんな新しい出会いがあって、そしていろんなところで、歌を歌わせていただくようになりました。僕の一番のありがとうは、多分この雨にも負けずを授けてくれた宮沢賢治さんの魂だと思います。本当に、不思議な、出来事がたくさん起こる中で、自分は31年間歌を歌ってきました。この後も、ぜひ皆さんと共に心の支えと、そして心の薬になればなと、本当に思います。そしてこの自分の佐本恭一の、活動を支援していただく方々がたくさんおりますが、中でも、その、支援グッズというものを、ずっと、作っていただいて、コンサートの会場でしか、売ってないものであります。今日はちょっと場所が、ここを右側に行ったところの、空港ビルの前に花巻文化村というとてもお世話になった場所のブースがあります。その一角をお借りして今日はグッズを売らせていただきます。この後コンサートが終わりましたらすぐに買っていただいた方にサインとか、まあ、ご希望であれば抱きしめてみたりとか、そんなことをさせていただきたいと思います。そしてこのありがとうの歌は、こうして暑い中、ずっとご覧になってくれた皆さん、そして可愛い赤ちゃんと、そして子どもたち、そして、この空港のスタッフの皆さん、空の安全というのを守るのは実はとても大切なことで、難しいことですが、僕らがこうして全国を飛び回れるのもこの空港の皆さんの努力の賜物だと思います。そしてもう一つだけ僕からお願いがあります。僕は手を振る運動と言ってますが、飛行機に乗った時にちょうど飛行機がですね、こう誘導から外れて、そのスタッフの皆さんが、窓に向かって必ず整備士の皆さんが手を振ります。その時にちょっと一人で乗ってる時は恥ずかしいかもしれませんが、僕も恥ずかしいですけれど、必ず窓に向かってその整備士の皆さんに手を振り返すことにしてます。これがね、もし2020年のオリンピックまでにこの手を振る運動が、わーっと広がっていったら、外国人の方皆さん驚くと思うんですよ。日本って国は手を振ったら、あ、手を振り返す習慣があるんだ、あ、ジャンボーみたいな、そういうなんか広がりになればいいなと思います。本当に大事なことは、実はとてもお金のかからないことだと信じています。手を振られたら、手を振り返す、特にね、電車にこう手を振る子どもいますよね。別に知り合いでもないのにずっと振ってる子どもに対しては、僕は一人で乗っていてもサングラスをしていても、こうやって手を振り返すことにしています。皆さんも、ぜひ手を振る運動にご協力ください。それでは最後はありがとうという歌です。今日は本当にありがとうございました。ありがとう、ありがとう、これまで僕があること、ありがとう。
ありがとうございました。ありがとう。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。宇佐本京一コンサート、お楽しみいただけましたでしょうか。皆さんもう一度盛大な拍手、宇佐本京一さんにお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。この後支援グッズの販売も行っているということでございますので、はい、ありがとうございました。花巻文化村のコーナーで、はい、ありがとうございました。はい、で今日ですね、9月23日この後なんですが、宇佐本京一さん、ペンションアルファにてコンサートを開催をいたします。8番隊で、はい、こちらの方に移動されるということでございますので、ぜひ皆さん、はい、チケットわずか残っているということでございます。この後もね、たっぷりと歌が聞きたいという方はぜひ8番隊の方に足を運んでいただければと思います。この後会場6時30分からでございます。どうぞよろしくお願いいたします。待ってます。はい、ありがとうございました。